もののけ姫見たわみんなもののけ姫見ました !1999 年かの宮崎駿様が作ったと言ったもののけ姫これ人生人生で通算何回ぐらいだろうな ?10 回は見てると思う本気でマジでおもろかったねマジでおもろかった !100 点 五分の百。五分の百です。あれも地上最高の映画。ぜひ皆様も、見るように。<laughs> もののけ姫でってこれ昔やったよ <laughs>。おい、ちょっと、こ、一回もののけ姫剣ってやっていいか前回やった時に、俺ダメだったんだよ。今の俺だったら、マジでもう今までとはレベルが違うから、はっきり言って。もの剣していい久々に。もの剣。カンニングしてないということを、 皆さんにお伝えするためにコメントは一切見えずに行きます。旅立つ明日かに、かやが渡したものか。は <laughs> 玉の小,だ小刀だ。かや、これは玉の小刀じゃないかそのシーンにまつわるセリフも全部言っとくわ。かや <laughs> が一生懸命温めておきました。罰は受けます。いつも、に兄様のことを思っています。わ、ぼ、俺も、かやのことを思う。かやの声を演じいようだら知るか、ボケが。石田ゆり子が、 三。高山みなみってコナンくんだろうえ、高山みなみって誰だよコナンくんだろう違う。コオロギサトミ。なんだこのバルトみてえなのは。消去法で二か三か。いや。石田ゆり子ちゃう。絶対違う。石田ゆり子は三。高山みなみは名探偵コナミ。あ名探偵コナン。コオロギサトミ。足高彦カヒコが事故後と初めて遭遇した場所。いや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 、戦中の村でしょ。 明日がに助けられ、いや、今の問題、あの、た、あれだからな。よー、じゃ、今、ちょっと待って、戻れるかな。今の問題、引っ掛け問題だからな。あの、街の市場で、節操が見て死んだよ。ほう、これは金のさすむじゃねえか。誰か、誰かこんな風に何とか言いませんか。節操が見たところ、米4票、あるいは5票、あのシーンの前に、一瞬、すれ違ってるからな。じゃなかったら、俺これマジ、この、 この検定の人を訴えるから。明日香に助けられか帰ってきた香禄のエボシの対応は、香禄、あ、違う。謝った。香禄、あ、謝った。明日かを打った女、し、時やめな時。しん、んししの夜の巣が出たらぼっち。さんが身につけていないものはどれ 首飾りは円の、あの、まがたまみたいなやつつけてる。耳飾りわかんない。指輪腕はし、指輪つけてる耳飾りつけてる指輪モろの尻尾2本。獅子紙に首を返す場面で使われてた曲は待て、思い出せ。えっと、人間の手で返したい もう手れちょっらじゃ、見ろ命を吸いすぎて、体、頭でかちになったシシビミが、もうあつは消えるぞんで、太陽をよいでよそして私を助けたまえ <laughs> <laughs> か、かしちかこいつじゃダメだ殺せを奪おうのシーンだろう。あの時に流れる。もう絶対、明日かと3だな。映画で一番最後に映る、こだま玉。行くぞみんなシュ 結果を見ます。100点、絶対。んで、7問なんだよおかしいだろ、どこ間違えたんだよおい、ちょ、どこ間違えたえ、かやって石田ゆい子なの嘘 <laughs> 嘘え、一人二役なんだやりまんじゃん、こいつきしょ。そうだよな。自己も助けてんだよ。 ああ、清く、清とか。<laughs> いや、これ仕方ねえだろう。仕方なくねえか。死と生のアダージョ。ちょっと死と生のアダージョ聞いていいどういう曲死と生のアダージョ。 いやいや、流れてない流れてないあ流れてる流れてるくっそすいません。宮崎駿様、流れてました。僕が間違ってました。流れてました。これ確かに。悔しいね。おもろかったもののゲーム。何回見てもおもろいね、あれに関しては。本当に思うあれ以上のアニメーションって、 俺もう出てこないんじゃないかって。でさ、ちょっと世代がさ、違うでしょみんな的にも。知らねえよ。見たことねえよって、思わない <laughs> 見てないでしょ今だ、まあ、誰だろうな。千と千尋とか、その辺だろちょ、見てみてくれ。今見ても新しいから。マジで。 あと、エヴァ見たわ。エヴァ、ジョーハー Q。<laughs> 俺なんか同じやつばっかり見てんだ。もうな、何回見ればいいの俺、エヴァ、ジョーハー Q 見て、エヴァンッジ強くなって、パチン、エヴァの、俺パチンコとかスロットとか一切やらないけど、どうしてもエヴァの演出見たくなって、ゲーセン行って一人でずーっとエヴァンゲリオのパチンコ打ってたわ。 そしたら、あ,あカオルくん喋ったカオルくん喋ったよって隣にいる変なゴミみたいな、お宅オタクに喋りかけた。おい見て、おいカオルくん喋ったよつって。おすごいっすねって。カオルくんが喋った。あ、あと窓ぎ見た言ったっけ窓ぎ見たの。俺窓ぎ見たって言ったっけ映画版の窓ぎ見たよ。窓ぎ見た。 内容を覚えてね <laughs> おい、ひほ、加藤寺内容。あああ、そう映画版見たんだよ。あれ絶対続編で来るよね。思い出した。これなんかまあ別にもう何年も経ってるからネタバレもクソもねえだろうけどさ。あのー、闇落ちみちゃい、みたいになっちゃうじゃん。窓まぎ見た。あれ続編来るよな。次はそっちをどうにかするみたいな。え、続編来ないのマジで マジでだってさ、まだ7年くらいだろ続編絶対来るでしょ <laughs> 俺はちょっと、あ、一番最後のやつ見たな。一番最後のやつ。まあ、一応ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなのか。窓うまぎ見ました。あの、3.11の日に、えー、何年前だ二千十0 2 0 1 1 8年前か。 確かアニメやってたんだよな。だってマギから8年経ってんのかよ。俺窓ギ見てた時って24だったんだ。わっか。山田じゃん。山田。<laughs> 山田でも久志さんの方じゃねえからな。鉄道の方だからな。鈴木聖也じゃん。鈴木聖也。いや、でも続編見たいなその、 アニメを全部借りてきて見て、うわぁ、映画見て、そういえば俺映画見てねえじゃんっ、つって、映画借りてきて、見て、めっちゃおもろかったわ。めっちゃおもろかった。星5、五。窓ぎの映画、星五。途中さ、わけは、はい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 、私は、はい、はい、みたいなこと、歌い始めた時には、ぽっかーんって、開いた口が塞がれなかったんだよ、俺。私は、リンゴちゃん、はい、はい、はい、 はいはいはいあるある探検隊みたいなの歌い始めた時は、あ終わったんだ俺は若者の文化理解してあげられないんだ俺はもう引退だ俺はもう YouTuber としては終わったんだずーっと下向いてたけど、そっからなんとか巻き返してくれた。俺の味方になってくれた。<laughs> あそこ、あそこみんな、ええー、ってなった、ちゃんとあそこみんなちゃんと、ええー、ってなったよかった、俺だけじゃなかったのか。マジビビった。おい、マジやめてくれ 変わっちまったって。思ったんだよ、俺は。劇場で、えってなった。でも最初、ちゃんとうまいこと風呂敷畳んだから。まあよかったよな。まあよかった。<laughs> まあよかったな。<laughs> なんだからみんなの夢。お前らさ、どうせ可愛いい女、あれでしょ あのー、ティロフィナーレがアーダこーだっていうおっぱいのでっかい、あのー、なんだっけあいつ。もう私は全然平気なんだからねみたいな、女を、見たいんでしょ感出してきたよな。マミさん。マミさんいっぱい出してきたよな。原作に比べ、原作ってさ、そのアニメの時に比べて、父でかなってただろ。手玉に取られやがってや。 おめえらのせいで窓ぎですらあのホームベースみたいな全然燃え要素一欠けらもねアニメも怪我された燃え豚のせいでで歌いたくもね歌を歌わされたはいはい私はねはいはいリンゴがねはいはいみたいなのをずーっと顔面ホームベース歌,さ歌わされてて可哀想だなって思った 何わかんねえよ。見てみてくれ。あ,あ、じゅんちゃんが言ってたのってこのことなんだなって。<laughs> ま、この歌マジで笑うから、バカ、おいちょっと待って、じゃあ俺が嘘ついてねえっておい、そのシーンの、そのシーン2個度に上がってるだろ。もう窓ギ崩壊した剣について、みたいな、ざわついただろ。あの時。絶対切り抜き上がってるから。絶対。あ、あ、これこれこれ、ケーキケーキはい。 はいはいはいみてえなる <laughs> これこれこれ <laughs> これなんだよ<笑><笑>これこれ 突然これ流れるからな。はいはい私はリンゴではいはいはいホムラがはい炎がはいホムラがはいはいみたいなのずーっとこれ4分ぐらいやってっからな、アホみていに。ほんとに、やーやめてくれよーって。なるんだよ。おめえら自分で見ろ。自分で。 そのシーンが俺すごい、俺だからみ、その窓まぎ見てる奴らに、おいこれ大丈夫なのか俺は見ていいのか窓まぎよって。思ったね。お前なんでこんなの見に行ったんだいや、じゃあ,あの、ビデオ借りてきてみたんだビデオ借りてきて。なんか俺におもろい映画見させてよ。今日遊戯を見るわ、今日。これは神。これはカードではない。 涙のやつ。あれ見るわ。あれ見る。国場。国場じゃねえわ。海場。最も遠い存在の人物二人を並べてしまった国場と会場。<laughs> 間違えました。会場ファンの皆さん。国場と間違え、すいませんでした。国場と間違えちゃってすいませんでした。 俺さ、シュタインズゲート、めちゃめちゃ進められるんだけどさ。俺一話の五分ぐらい見たのね。なんとかならない。よって言われた時に、ピッて書いちゃったの。一話の。私は何とか何とかなとかあるよ。みたいなやつに。話しかけられた瞬間に、あ、ちょっとやめとこうってなったのね。一旦。一旦置こうと思ったの。そっから、ぐいぐい来てくれんの。ぐいぐい。あれ、おもろいの。 シュタインズゲート。さあ次から次へとさ、なんか、出てくるじゃん。あの、キャラクターみたいなのが。追い越せるのかみたいな。あるわけよ。俺ん中で。<laughs> もうなんだよなん,なんでやねよし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 。怖いわけ。 なんか、窓まぎとかみんな3話まで面白くなかったよね、みたいなこと言われたけど、俺別に普通に1話からおもろかったら、なんだよ、この顔の形は、みたいな。ダイヤの原石を見つけた気分だったのね。はあ、ダイヤの原石じゃん、つって。なんだ、前だ、前、あれ一番ブスな時の前やみたいなやつがいいんじゃんよ、つって。で、いい女ブル。そんな四角い顔していい女ブルママ。 今、えーまあ、ああ、窓からねえ、みたいなゴミ逃す、やりまんの、あ、絶対やりまんだよな、あのママ。そういう考察をしながら俺は、徐々に徐々に、窓まぎにはまってったのね。絶対こいつ、こいつの低層観念低い。パパは騙されてる。そう、そういうのは、起きるの。シュタインズゲートで。 シュタインズゲートなんか顔がさ、なんかあれだよね。あの、風穴に吸い込まれてるみたいなやついるよな。図で説明していいかこれディスってねえからな。顔がさ、魅力の風穴に吸い込まれてるような顔のやついいね。俺に言いたいことわかるかこういう顔のやつ。なんか。 こういう顔してないこういう顔して、こういう顔してない女の子が。<laughs> こういう女いない結構重要なキャラクターで。顔ものすごい、高麗人参みたいな顔してるやついない髪の毛多分緑色で。そいつには興味がある。俺は。学園ハンサムみたいなやつ。 誰だっけまゆしちょ、まゆし見てみるか。いや、シュタインズゲートで調べたら、多分ゲームのパッケージ毎回映ってんだよ。シューターゲ。えー、整形してるちょっと待って俺の、整形しやがったこいつ昔はなんか、俺差し払みたいな気分だよ今。こいつもっと顔とんがってた、たじゃねえかなあ 絶対こいつもっと顔とんがってた。こいつこいつこいつ。こいつこいつ。こいつなんか前世紀もっと顔とんがってたよな。こいつ。こいつ誰クリス <laughs> クリスって名前なのえ、ク、何 クリスなんていうのクリスマスラ。これな、なんていう名前なのクリスティーナクリスティーナっていう名前なんだ。主人公なんだこいつ。ちょっとシュ、シュタインズゲート見てみるかシュタゲキャラ一覧。なんかすごい面白い面白いってさ。言うじゃんみんな。シュタインズゲートおもろいおもろいって。言うやん。 岡部林太郎。宮野守じゃん。あの、声優で有名な。椎名まゆり。金沢かな。な <laughs> んだこいつは。<laughs> こいついいやねえか。<laughs> こいつなかなかいいキャラしてんじゃねえか。<laughs> 橋田いたる。<laughs> え、こいつ主人公なの一番上のやつが岡部林太郎が主人公なんじゃねえか。こいつもっと顔尖ってたぞ。パワー系で出て言ってのか。桐生萌えか。 うるしばらるか。フェイリスにゃんにゃん。あ田村ゆかりも出てんじゃん。天音鈴葉。田村ゆかりも出てんぞみんな。天王寺ゆうご。天王寺って誰かいなかったっけ天王寺っていなかったっけ天王寺ゆうご。天王寺なえ。ひや城ょうまほ。椎名かり。 甘根雪。ほー。女性多いね。あ、そう、俺、俺言ったら天皇座アイルだ。<laughs> ごめん。天皇座アイルだった。俺が、知ってるの。天皇座アイル。知ってるみんな。ゲームのさ、シュタインズゲートもさ、長いでしょ。ものすごい、 続編もいっぱい出てて。なんか視聴率、俺の視聴者の視聴率100%の映画見て、みんなで感想を語ろうぜ、今度。絶対あるはずじゃんこれはもうみんな絶対見てる。こんなの見てない人いない。じゃ、例えば、隣のトトロ。いや、ちょっと違うな。トトロ。見たこと。これあれなサンプルだ イエス。Yes. No. イエス。Oh, no. <laughs> 番組情報を取得できませんでした。死ねな、マジで。<laughs> いや、世代が違うからな。何これ、マジで。死ねえよ、本気で。クソ意味わからん。バカサイト。バカなんだろうな、作ってるやつらが、みんな。えー、イーエース。 ノーはい番組情報を取得できませんでしたすごいマジでいいサイドだ気分損ねたタバコ吸ってくるわビッこ引きながらちょっと待って俺おめえらにさこんな姿見られたくないんだけどさ俺今かもう両松葉でタバコ吸いに行かない,いけない,よ、ね、<laughs> いやこのままこの椅子を車椅子代わりにして顔だけ外に出してタバコ吸おう